はい、どうもー、トシです。イエーイのイエーイ。今日はですね、0.8 ミリ眉毛、0.8 ミリひげ、バリカンを使って0.8 ミリの眉毛ひげに整えていきたいと思います。はい、まず注意事項なんですけど、バリカンの設定は 0.8 ミリです。はい、ご自身が狙った設定でしっかり設定しておかないと、あれ短すぎとかなってしまいます。はい、長すぎる分にはいいんですけど、しっかりジャスト、今回は 0.8 ミリを狙ってますので 0.8 ミリで設定してみてください。はい、でこの状態の確認です。はい、まず今の状態なんですけど、2ミリ眉毛ひげです。はい、2ミリになってます。はい、2ミリって大体こんな感じです。はい、2ミリのひげと眉毛、はい、こんな感じになってるんですけど、これを 0.8 ミリで買っちゃいます。はい、いきます。まずは眉毛、はい、横からまず買ってあげます。このようにで、そしたら縦にも買ってあげます。はい、こうガリガリガリって音が聞こえてる間は枯れてます。ほら、はい、このようにガリガリ言ってる間は枯れてますんで、はい、まずは全体的に縦に、はい、もみあげ刈り残し多いです。はい、首周りも刈り残し多いで、こういう凹凸部分、はい、自分の骨格の凹凸部分は刈り残しが多いんで、よくバリカンをこう骨格に合わせてこう刈ってあげる、平行にですね、自分の骨格に対してこう平行に刈っていってあげる。はい、もちろん上下左右、はい、上く上下運動もするし、このように、はい、左右の、はい、左右の運動もしてあげてください。はい、これで、はい、左側、こちら側ですねは 0.8 ミリで刈りました。いかがでしょうか。はい、2ミリと 0.8 ミリ、はい、やっぱ 0.8 ミリの方がちょっと薄いんじゃないですか。ほら、ヒゲもあんまない。でも2ミリだとほら、こうやってちょっと残る、眉毛もちょっと濃い、はい、ヒゲも、あ、ヒゲはほらほらほら2ミリ、こっち 0.8 ミリ、 0.8 ミリ、眉毛 0.8 ミリ、こっち2ミリ、いかがでしょうか。ちょっと比べると違いが分かるんじゃないでしょうか。はい、それでは全体 0.8 ミリで刈っていきます。はい、まず眉毛、はい、このように上下左右、上下、はい、上下左右からしっかり刈る。はい、もみ上げ、はい、このように凹凸部分は丁寧に、首周り刈り残し多いですね、この辺は。もみあげから首周り、はい、今度は左右、はい、横も丁寧に、はい、はい、いかがでしょうか。 0.8 ミリです。ほら、こんな感じにガン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 、もう買ってあげれば OK です。はい、はい、 0.8 ミリです。いかがでしょうか。 0.8 ミリ眉毛、 0.8 ミリひげ、はい、まあ刈り残しないように、こういう凹凸部分刈り残しやすいです。はい、はい、いかがでしょうか。ヒゲもちょっとさっぱり、ほら 0.8 ミリです。はい、このヒゲがあんま目立たないですよね。 0.8 ミリ、あ、ヒゲ白髪、ヒゲ白髪があんまり目立たなくなります。はい、 0.8 ミリ、結構短いんで、このようにさっぱりします。はい、いかがでしょうか。 0.8 ミリ眉毛ひげ、はい、ご視聴いただきありがとうございます。
ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイのイエーイ。はい、よく見てください。眉毛、ひげ、はい、0.8 ミリです。はい、ぜひですね、薄眉毛とか薄ひげにされたい方なんかは 0.8 ミリおすすめです。はい、かっこいいです。はい、よく見てください。はい、はい、ご視聴いただきありがとうございます。参考にしてみてください。やいのやい。